那智、従順洋艦。那智は、日本海軍の従順洋艦。洋行型従順洋艦の二番艦である。那智級と表記されたこともある。命名の由来は、和歌山県の那智山による、館内神社も熊の那智大社から分祀された。1924年、大正13年11月26日、呉海軍交渉に適行。当初、 浸水は1926年、大正15年10月中旬を予定していた。1927年、昭和2年6月15日、梨本宮堀正大列席の元浸水。1928年、昭和3年11月26日春航。気候は、明光より1ヶ月遅れたが、春航は8ヶ月早まったことになる。佐世保鎮守府所属。 同年12月4日、横浜沖での五大霊特別観艦式に参加する。那智は最新鋭1万トン級巡洋館として世界に紹介された。那智の栄誉は続いた。1929年、昭和4年5月下旬6月上旬、東京、横須賀、八丈島、大島、和歌山、大阪、神戸、東京、横須賀を昭和天皇が行行行することになり、 そのお召し官として、智と、戦艦長戸が指定される。当時の智には高等艦27名、犯人艦159名、兵566名、計752名が乗艦していた。5月28日午前10時、横須賀軍港にて、昭和天皇が智に乗艦し、午後6時に、八丈島にて、戦艦長戸に移乗した。以後、6月8日の神戸出港までは、 お召し館長門の区部館として、行動を共にした。1930年、昭和5年10月26日、神戸沖で行われた特別大演習館館式、お召し館霧島、先導館足柄、区部館妙高、なち、羽黒に参加。1932年、昭和7年には、第一次上海事変で警備に従事する。 日中戦争では1937年、昭和12年8月20日から24日まで、上海上陸作戦に参加した。1941年、昭和16年12月の太平洋戦争開戦時、第5戦隊司令官、高木武夫少将は、妙高を帰還とし、同戦隊の妙高型従順三隻、妙高、那智、羽黒は、秘湯部隊、第三艦隊。 司令長官、高橋伊望、機関、足柄に所属していた。パラオへ進出後、ダバオ攻略作戦を支援する1942年、昭和17年1月4日、秘湯部隊の主力艦、第5戦隊、人頭、中、ながら、水保、千歳、摂布等は、ダバオのマララグ湾に集結していた。そこへ、B-17 型重爆発機が襲来、被弾した妙高は中破。 戦死20、戦勝44、妙高は、佐世保へ開港され、第5戦隊機関は、ナチとなった。その後も目など、安本ンン島、マカッサル攻略作戦に従事。2月17日スターリング湾を出撃し、チモール島、テリー、クーパン攻略を支援。22日スターリング湾に帰港した。2月24日、正午、ジャワ島攻略作戦支援のため、 第5戦隊、ナチ、ハグロ特築艦2隻、山風、甲風はスターリング湾を出撃した。第1護衛隊、第4水雷戦隊及び輸送船団と第2水雷戦隊と合流し、ジャワ島クラガンを目指して南下中の27日、28日、スラバヤ沖でカレルドールマン少将を率いるアブダ連合軍艦隊と交戦するスラバヤ沖海戦。ナチ、ハグロは、 第2水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、機関人通、第16駆逐隊、摂風、時津風、初風、天津風、臨時変入管、潮、さざ波、山風、甲風、第4水雷戦隊、司令官、西村昌司少将、機関な、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、春雨、夕立、第9駆逐隊、朝雲、峰雲を率いて、 海戦当初から連合国軍艦隊と交戦、第三艦隊機関足柄は妙高、雷、明物を率いて、海戦後半3月1日から参戦した。3月1日昼戦では、ナチは砲弾を節約しつつ、発射、さらに使用可能な推定一機に30キログラム爆弾を搭載して、敵駆逐艦を攻撃させた。本海戦は、 日本軍の対象で終わったものの、想定外の事態が多数発生した。従順部隊や水雷戦隊が発射した酸素魚雷は多数が自爆。後に、管政本部が調査委員会を設置する大問題となった。那智の場合、27日第一次昼戦では、魚雷発射観光省報告のため魚雷戦を実施しなかったが、実はヒューマンエラーだった。 圧さく空気を送るサイド目弁がすでに開いているのに、命令に従って、弁を開こうとするもハンドルが動かず、環境に発射艦故障と報告された。27日第一次夜戦では、搭載水上偵察5機を回収しようとして、ナチハグロが洋上に停止していたところ、敵巡洋艦を味方艦隊と誤認して2隻とも、割れ飛行機上げ収容中の識別信号を送る。 砲撃されて敵艦と気づいたが、砲撃戦準備は全くできておらず、数星者を浴びつつ、退避に成功した。最後のナチ推定は、放置寸前で、運よく、釣り上げられた。28日、第二次野戦では、ナチは蒸気の理由で魚雷を発射していなかったので、ナチが8本、ハグロが4本を発射、アブダ艦隊機関でロイテル、ジャワを撃沈した。ところが、司令部や、 カンヌリクミーンのほとんどが強沈するデロイテル、ジャワに気を取られてしまい、南西方向、バタビア方面へ離脱した、巡洋艦2隻、ヒューストン、パースを見失った。慌てて、東方海面、スラバヤ方面を捜索したが、見つかるはずもなかったという。砲船に関して、第五戦隊砲術参謀松国正を中佐は、戦死に5戦隊が怪我をしたら、 輸送船団が危険なので、アウトレンジ砲撃を行いつつ、巨雷船で片付けるつもりだったという趣旨の改造を述べいる。ナチ手法発令所長の茅島によれば、敵一番艦に手法を制射したところ、着弾前に第二目標を狙うよう課例があり、この断着前に第三目標を狙うといったことを繰り返していたという。ナチ環境にいた隊員は、司令部はすっかり上がっていた。 ゴース戦隊法術参謀は落第と述べている。3月1日昼戦では、オランダの病院船オプテンノールを護送するため、駆逐艦アケボノが航行していたところ、従順エクセターをオプテンノールと誤認、砲撃された。オプテンノールの護送任務は、駆逐艦の転身風が行っており、アケボノに与えられた命令は誤ったものだった。那智では、アケボノや第三艦隊、 足柄から発せられた信号が正しいのか、疑いを抱き、足柄の位置を問い合わせている。戦闘終了後、20センチメートル砲10門の、ナチ残弾は、手砲1門につき7発、定数1門200発、残魚雷4本、ハグロは、手砲1門につき19発、残魚雷4本であった。なお2月27日昼戦で、駆逐艦、エレクトラ、エンカウンター。 ジュピターと交戦し、エレクトラを撃沈した第9駆逐隊、朝雲、峰雲の駆逐隊司令、佐藤康夫大佐は、軽巡洋艦一隻撃沈を報告。戦火検討の席上で指摘されると、佐藤司令は、遠くへ逃げていたものに、何がわかると怒鳴ったという。3月10日、ナチは、ライン部隊から、北方部隊に編入、第5戦隊機関は、病床に移った。 3月17日に、佐世保到着、修理、改造を実施する。4月7日佐世保発、4月11日あっけに入港し、第5艦隊機関となった。5月26日アリューシャン作戦のため大港を出港、以後なチは北方海域で行動した。1943年、昭和18年3月7日から13日。 アッツ島への輸送作戦に参加。22日、二度目の輸送作戦で、バラムシル島を出撃。27日には、従順マヤ、軽巡アブクマ、第六駆逐隊、雷、電、第21駆逐隊、若葉、初下と共に、アッツ島沖海戦に参加し、米中巡洋艦ソルトレイクシティ、アセスソルトレイクシティ、CA-25、軽巡リッチモンド、 駆逐艦四隻、モナ、ハン、デールと交戦する。だが、ソルトレークシティの攻撃を受け消破、戦士11名、負傷21名、米艦隊の撃破にも失敗した。被弾により手砲射撃板が故障したため、各砲塔の照準器による確固射撃となったが、日本海軍は砲側は照準による射撃訓練を実施しておらず、遠距離砲撃の命中率はさらに悪くなったという。 海戦後、第5艦隊長官、細海墓志郎中将は更迭された。本海戦の結果は、アッツ島の玉砕の永因となり、さらに、キスカ島撤退作戦に発展した。ところが9月6日20時56分頃、大港からバラムシル島に向かっていたナチに向けて、アメリカの潜水艦ハリバット、アセスハリバット、SS-232 が、魚雷3本を発射し、 うち日本が、ナチの後部煙突直下と完備に命中した。しかしこの魚雷は日本とも不発に終わり、へこみと若干の浸水が生じたこと以外は何も、なかった。1944年、昭和19年6月上旬、マリアナ沖海戦で日本海軍は大敗。サイパンの戦いは、アメリカ軍の勝利、マリアナ諸島の占領という形で終わりつつあった。そこで、 神重徳連合艦隊三謀は、戦艦山城、巡洋艦那智、足柄、玉、木曽、阿武熊等の第五艦隊サイパン島突入作戦を発案、アメリカ軍に対し陸上砲撃を行う計画を提案した。第五艦隊は内地に戻り出撃準備を行うが、作戦は実施されなかった。1944年、昭和19年10月14日、 台湾沖航空戦での過大な戦火報告により、大損害を受けた、と思われる、米機動部隊攻撃のため、連合艦隊司令部は、第二遊撃部隊、第五艦隊、司令長官、島清秀中将、通称島艦隊に対し台湾東方へ進出し、後期を捉えて、敵損傷艦の補足撃滅及び搭乗員の救助に、当たれと命令、豊田添江連合艦隊司令長官も、 敵機動部隊は我が通撃敗退しつつある。基地航空隊と第二遊撃部隊は全力を挙げて残敵を相当せよと命じる。15日、島艦隊機関那ちは従順足柄などと共に瀬戸内海を出撃した。一方、アメリカ軍の春ー提督は暗号解読により日本艦隊、島艦隊が出撃したと知ると、 損傷巡洋艦2隻に空母を含む護衛部隊をつけ、偽装電報を発信して、日本艦隊を誘引しようとした。しかし、日本艦隊の動きが鈍いことを知ると、艦隊戦闘に向けての準備をやめ、0手上陸支援に専念するよう命じた。16日、連合艦隊司令部は、アメリカ軍機動部隊が健在であることにようやく気づき、島艦隊に、 台湾の魔港に入港するよう命じる。17日、島艦隊、那智は、奄美大島札川湾に入港、18日出港、二十日魔港に進出した。翌21日、第二航空艦隊長官から、駆逐艦三隻派遣の要請を受け、第二航空船隊の高尾マニラ輸送に協力するよう命じられていた島長官は、第21駆逐艦隊、若葉、初春。 初島を派遣し、これにより、島艦隊戦力は、夏、足柄、阿武熊及び、駆逐艦四隻、第七駆逐隊、明けぼの、潮、霞、第十八駆逐隊、白縫いに減少してしまう。島艦隊は、連合艦隊と南西方面艦隊の命令に振り回されており、その指揮系統は、非常に複雑であった。同日、 島艦隊は、レーテ湾に来襲したアメリカ軍攻撃のため出撃。23日夕刻に、コロン湾に到着すると、24日午前2時に、出港、西村艦隊の後を追うように、すり顔海峡に向かったが、指揮系統の違う、両艦隊の間で情報の交換は全く行われなかった。25日日付変更直後、ナチ以下島艦隊は、 すりが海峡に突入。当初は、アケボの、潮が 2km 先行して並列して進み、後方中央に、なち、足柄、阿武隈、白しらい、かが単純陣を形成して26ノットを発揮していた。午前3時ごろ、西村艦隊と米艦隊との戦闘音や先行を指認する。直後、アメリカ軍魚雷艇の攻撃により、 第一水雷戦隊機関アブクマが3時24分 -25 分に飛来後した。なち、足柄及び、駆逐艦4隻は単重人を整形して航行し、4時10分に海峡中央部で炎上する艦艇2隻、艦によっては3隻を発見するが、それは分断された西村艦隊の戦艦不走であった。炎上する最上も4つの炎上艦艇を指認している。西村艦隊は、 米艦隊の砲撃来撃の集中攻撃により、戦艦山城、不装、駆逐艦万潮、三雲を撃沈され、従順斎場と駆逐艦が佐グが大破して、微速退避中、中破したしぐれは、火事故障と修理を繰り返しながら撤退中で、建材艦は一隻も残っていなかった。海峡へ向かう島艦隊は、しぐれから艦名を問われて、我、那智と返答する。島長は、 なちの後に続けと命じたが、しぐれは家事故障中と返答して、単幹で飛退していった。4時15分、なちのレーダーが方位25度、距離1 1キロメートルに敵艦らしき目標2つを、探知、なち、足柄は、格艦魚雷8本を発射した。アメリカ軍は、ヒブソン島で、日本軍の魚雷2本を発見しているため、なち、足柄は島に向けて、魚雷を撃ったとみられるが、 来席を指認して報告したアメリカ軍駆逐艦部隊も存在する。来撃後のナチは炎上中の西村艦隊の従順斎場の前方を通過しようとしたが、停止したと思われていた斎場は速力8ノットで前進しており、両艦は同行体制で衝突した。斎場はナチに対しメガフォンで、カジコショウと艦長副長選手の状況を伝達した。 衝突による最上の損傷は警備だったものの、ナチは艦首を損傷し、最大速力約18から20ノットに低下してしまう。島長官は突入中止を決定。4時25分に、東大攻撃終了。一応戦場を離脱して、コートをサクスッと打電する。ナチ、足柄は、不走の残骸のそばを、通過、再びシグレと遭遇して、合流を指示したが、 しぐれは続行できなかった。また、最上に対しては、明けぼが護衛についた。第一水雷戦隊司令官、木村正富少将以下司令部は、阿武熊より霞に異常し、阿武熊は、潮の護衛下で退避した。夜が明けると、島艦隊と西村艦隊残存艦は、アメリカ軍領来艇軍、アメリカ軍水上艦艇、アメリカ軍機動部隊艦載機。 アメリカ軍基地航空隊の反復攻撃を受け、西村艦隊の駆逐艦朝雲が、米艦隊の砲撃で沈没、最上も空襲により25日午後1時に、アブクマも26日の空襲で沈没した。一方な地位か島艦隊は、マニラを目指して、飛隊中、島長艦は、栗田艦隊第一遊撃部隊から、落語、高校不能となっていた、従順洋艦熊野を発見し、 足柄、霞に救援を命じた。那智、白縫いは十四時に、コロン湾に来、熊野、足柄、霞は十六時二十八分に、コロン一泊を果たした。だが、白縫いは、第十六戦隊、絹、浦波救援のためコロンを出撃、両艦捜索中に空襲を受け撃沈された。サミュエル・モリソンは、著書、モリソンの太平洋海戦史の中で本海戦について、 日本海軍がこの戦闘で何をもって慰めとするかの答えは難しい。彼らの来撃の技量は1943年の標準に及ばず砲撃の効果も極めて小さかった。シーマンシップさえ低下したことは、ナチと最上の衝突が示している。戦闘全体を通じて最も知的な行為は、島長官が期待命令を出したことだった。と評している。 栗田艦隊、島艦隊、小沢機動部隊、基地航空隊の連携は機能せず、その中で、不走型戦艦2隻を投入しての極地野戦は、第3次ソロモン海戦の失敗を繰り返して終わった。冷凍機海戦の敗北後、第5艦隊所属艦は、マニラを拠点に、適正空間下での輸送作戦、多合作戦に従事することになる。 マニラ湾には10月23日の米潜水艦の雷撃で大破していた従順アオバ第16隊も停泊しており、28日には熊の特地区間沖並モイル湾した。10月29日、マニラはアメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受けなち、熊のアオバも目標となってしまった。ナチの飛行艦板に小型爆弾が命中、魚雷日本が誘爆し、 ナチに損傷を与えた。マニラの状況を受けて熊野は台湾への退避準備を始めた。10月31日、小沢機動部隊に所属して、冷凍沖海戦に参加した後、奄美大島に停泊していた京準大淀と特築艦は勝つがマニラに到着。大淀乗組員たちは、干渉のないナチの姿を目撃した。11月1日、ナチの水上偵察機は、 セミララ島に格座した駆逐艦早島、栗田艦隊所属を発見、知らぬいの最後を聞き出した。11月5日、早朝、従順熊野、青葉はまた31輸送船団と共に、マニラを出発、接岸航路で北上を開始した。午前7時40分、熊野、青葉は、マニラ上空に、アメリカ軍機数10機を認める。また、 大よども、南西方面艦隊司令部と相談の結果、5日未明に、マニラ湾を立ちボルネオ島へ向かっていた。その頃、マニラでは、ナチ以下多数の艦艇が、アメリカ軍機の空襲を受けていた。ナチは、米空母レキシントン、アセスレキシントン、CV-16 からの艦上機による空襲を、受け多数の爆弾、巨雷の命中により沈没していった。 上院807名が戦死し、220名が救助された。島長官以下第五艦隊司令部は陸上にいて、無事だった。なお、な地救援中の明物も被弾して炎上し、霞、初春、初霜、塩潮,潮は救援活動に従事した。6日に明物を浅へ、栄光士角座させた。11月11日、那智の水上偵察機は発進に失敗し、 水没して失われた。十一月十三日、マニラは、アメリカ軍艦上機の空襲を受け、軽巡基礎、駆逐艦四隻、アケボの、沖波、周装、初春は、大破着底状態となってしまった。同日深夜、残存艦艇、霞、初霜、朝霜、潮、竹は、マニラを出港した。初霜には、第五艦隊司令部が便乗しており、ブルネ駅後は、 足柄に異常して正気を掲げた。心臓時、最終時、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。